はってすごいいい顔で死んでんだよ。見てもらっていい？これ大神さんは椅子に腰掛けたまま前のめりの体勢で息絶えている。確か大神さんの下には頭部に打撃痕がある。死んでんだよなこれ、うん、普通に考えればそれが致命的致命傷なんだろうけど、でもモノクロファイルによると大神さんは吐血もしてます。あ、毒じゃない？あ、思い出してきた。あの毒が関係あると思ってて私。いや、この間さ、大量の薬品と大量の高級プロテインがね見つかったの、化学室で。私は親しい人が大神さくらちゃんにプロテイン入りジュースだよってあげて、それが実は毒薬入りジュースだったみたいな感じで死んじまったんじゃないか、親しい人物が犯人なんじゃないかと、そう思ってて。そうなんだよね。そうするとやっぱさ、親しい人物かつ第一発見者である朝比奈ちゃんがどうなんだろうね。今私の中ではちょっと朝比奈ちゃんが非常にグレー。なぜなら大体、まあ、もちろん親しかったっていうのと、第一発見者が犯人である確率はかなり高いから顕微調べ、うん、そう思ってる。まあね、いや、どこ毒じゃないかな。吐血の跡も見られました。プロテイン飲んだら怪我が治る。あ、それあの朝比奈ちゃん論な。今飲ませれば生き返るかな。うん、でも大神さくらちゃんに限ってはプロテインで生き返りそうだよね。あ、まあでもとりあえず頭部以外の外傷はないけど吐血してる。なるほどね。貴重な女子が死んじゃった。もう女子死ぬ率高いよね。悲しい。もしかして頭を殴られたせいで吐血した。そんなわけないだろ。いや、でもビャってやられた時にクッと舌を噛んじゃったとか。いや、ないか。ないかな。うん、ありえないことはないと思う。まあ、いいだろう。だがなかなか面白いところに目をつけたな。それだけは褒めてやろう。面白い。当然だ。面白いだろ。そうは思わないのか。面白いとは思わないけど、でも気にはない。ね、吐血の理由、彼女の死と関係しているのは間違いないはず。そう、判決でさ、あれじゃない、あのあるじゃん、判決でこう後ろがパッて、あみたいな。違うから。違う、これじゃない。だって何かの包装紙みたいだけど。包装紙、プロテインか。あ、それ何知ってんの。それはだって私があげたんだもん。あ、何あげたの。その包装紙、飴玉のだよ。飴玉の中にさ、風船に空気を入れる容量でさ、プロテイン、もとい毒薬を仕込んだんじゃないか、これ。違うこれ。私がジェノライダーに怪我をさせられた時、さくらちゃんすっごく怒ってたでしょ。だから少しでも落ち着いてもらおうと思って保健室から出たすぐ後で私があげたんだ。保健室から出たすぐ後であげた。で、その飴玉はどこにあったの。保健室にあったのか、もともと持ってたかってことだね、朝比奈ちゃんが。じゃあ朝比奈ちゃんやっぱ怪しい。寄宿舎の倉庫で見つけた飴。なるほど。私それ大好きなんだ。寄宿舎の倉庫、1階にあるやつか。食堂の横にあるやつ。なるほど。だから倉庫に入れるようになった直後、私が段ボールごと部屋に持って帰って、あ、全部お前が占領してたんだ。倉庫にあったものを朝比奈ちゃんが全部なんてこった、欲張りさんなわけだね。なるほど、全部自分のものにした。だからもう入手不可能なんだよ。なるほど。ほな、飴に細工できたのは一人だけだね。そんなこと言って大丈夫ぞ。めちゃくちゃ怪しいじゃん。朝比奈ちゃんじゃないの。この味をさくらちゃんにも味わってもらいたくて、そう思ってあげたんだけど、もう味わえなくなっちゃったんだね。朝比奈さん、朝比奈怪しくない。だってこの死体の第一発見者、急にいつもは私難しいこと分かんないよっつってんのに、確か前回いきなり犯人は戸上くんか瞳子ちゃんか葉隠れの誰かだよ、急によく分かんない推理始めたりな。
めっちゃ怪しいな。話聞いてみよう。犯人なんて最初から決まってんじゃん。これさ、ほらトガミ、フェカは不破連の誰かなんだよ。だってあいつらさくらちゃんのこと目の敵にしてたし。出たね、動機の線で推理しちゃうやつな。これなんか感情的になって言ってるけどさ、ケンピ知ってるよこれ。ミステリーってね、動機の線から行くと絶対にダメなんだって。ダメな感情入っちゃうから。うん、些細なことでさえ動機に見えてきちゃう。怪しいな、朝日奈ちゃん。それはもう少し調べてみないことに。本当だよな、これ。だったら教えてあげるけど、あの3人はさくらちゃんに呼び出されてたんだよ。しかもこの娯楽室にね。新情報。ほう、なるほど、なるほど。今朝私が保健室に運ばれた時、はい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 、ジェノサイダーにあの喧嘩売られて怪我しちゃった時だね。朝日奈ちゃんがね、私とさくらちゃんは一緒に保健室から出てたでしょ。うん、出てた、はい、その後結局さくらちゃんは一人でどっか行っちゃったんだけど。ああ、ジェノサイダー許せぬっつってどっか行っちゃった。はいはい。でもね、その後また会った時に聞いたんだ。会ったんだ、なるほど。うんうん。3人の部屋にメモを置いてきた。メモか。メモ、なるほど。まあそうだよな、携帯とかないもんね。メモ置いたんや、なるほどな。昼前に娯楽室に来いって書いたメモをね。うん、なるほど。死亡推定時刻12時と近い、昼前に3人を呼び出してた。本当の話だよ、だってくらちゃん本人から聞いたんだから。本当かな。どうしよう、なんか良くないね、一回疑い出しちゃったから。本当だねそれ、朝日奈ちゃん。本当？それで私は止めようとしたんだよ。これの写真どうしよう、めちゃくちゃ怪しく見えちゃうんだけど。葵ちゃん、さくらちゃんは聞いてくれなかった。話をするだけだから心配するなって。それなのにこんなことになっちゃって。あの時私が無理やりにでも止めていればこんなことにならずに済んだのに。朝日奈さん、なるほどな。後悔するなって方が無理だよな。まあでも一旦信じるのであれば、確かにさくらちゃんが死ぬ前に会っていた戸上、葉隠、深川は怪しいね。うん、まあ、とりあえず話聞いてからかな。うん、その証言直接その3人に確かめてみた方がいい。それな、なんだ。いや、邪魔するな。あのさ、戸上くんに聞きたいことがあるんだけど。だったら手短に。なんでこんなに苗木嫌われてんだろう。なあ、キリギリさんにしろ、白夜にしろ、賢い人に嫌われ。大神さんに娯楽室まで呼び出されたって本当なのかな。そうか、知っていたか。じゃあ本当なんだね。確かに部屋のドアにそんなメモが挟まっていたな。だがのこのこと会いに行くバカがどこにいる。あの化け物に殺されるかもしれんのに。会いに行ってないの。はあ。メモも破って捨てた。そもそも大神とは今日一度も会っていない。なるほどね。まあ犯人がよくつきそうな嘘ではありますね。うん。あ、犯人も言いそうなことですね。まあ今日被害者に一度も会ってない。なるほど。まあ君曰く会ってないと。なるほどなるほど。嘘を言ってる可能性もあるからね。難しいよね。まあね、証言をひっくり返すような根拠がない以上、現時点では信じるしかない。まあそうだね。おい、話が終わったら下がれ。いや、殿様、白殿様、告白だったかもしれない。さくらちゃんからの告白。でもさ、それ付き合ったら付き合ったでいいけど、断ったらやられそうじゃない。壁の、我の声が聞こえなかったの、もう一度言おう、付き合ってくれ。絶対断れない雰囲気。でもそういうもつれ、男女関係のもつれでやられた可能性もまあなきにしも、分かんないね。推測しか語れないまだ。そうね。でもさ、あくらちゃんに告白されたら私もあのうんって言っちゃいそう。骨砕かれそう。それな、
ガラスの破片、赤いね。毒っぽくない？ねえ、毒じゃないこれ。毒入ってた子、え、違う、そういうやつじゃない。このガラスの破片は、元はボトルだった。まあそうだね。毒臭くない？ガラス破片の傍りに何か別のものも落ちているみたいだ。手のひらサイズのフィギュアがポツンと一つ。大間さん、モノクマのフィギュア、どういうこと？まあ、黒幕の内通者のさくらちゃんならありえるのかな。な、誰のおもちゃ？なんかやけに傷ついてんの、このなんだこれ、ロッカー、なんだこれ。先にちょっとロッカー見るか。あれ、ロッカーのドアが開いている。しかもロッカーの内側にはなんか壁ドンじゃない、やっぱねえ、さくらちゃんドンって。私と付き合わないか。何個もあるじゃん。いや、あの、僕そんな、そういう頼りない男じゃない。あ、すいませんが、あの、ドン、なんと言ったんだ。あの、あ、僕も、ドン、もう一度言ってみる。ああ、好きです、みたいな。その後じゃん。で、そうする、だとすると、そいつは、ロッカーの中にいたことになる。じゃないと、あそこにどんどんやんない。なんだ、なんだ。ロッカーの内側にこぶりついたホコリのせいで触った部分に手形が残った。素晴らしい、なるほどね。しかも結構新しい手形のようね。おそらく誰かがロッカーの中に隠れて、その際に手形をつけてしまった。じゃあみんなで手形をこう合わせてみれば分かりそうだけどね。だとすると犯人は密室が破られるまでこのロッカーの中に隠れていたんじゃないのかな。賢、なるほど。だからキリギリさんが話してくれた4種類の密室があったけど、あれだよね、もともとここは中から閉めて密室状態にした後、犯人は実は部屋の中にいて、どさくさに紛れてみんなに紛れてやってきたみたいな。犯人は部屋にいたんだ、ずっと。なるほどね、みんなにバレずに。なるほどね、かくれんぼのスペシャリストがいた可能性。なるほど、残念だけどその可能性はないよ。なんで？どれ？ねえ、思い出してみて。密室を破る前、窓ガラス越しに娯楽室を覗いた時のこと。うわ、開いてる。やば。キリギリさん。いや、これはキリギリさんがすごいよ。いや、これそんな、すごいわ。記憶っていくつかの種類があるんだけど、多分その一瞬を写真を撮ったかのように記憶できる映像記憶みたいなものがあるらしい。それができるんだ。つまり密室が破られた後まで誰かがここに隠れていた可能性はないわね。まあ、キリギリさんの言うことを信じるならだね、これな。まあでもこれも全部キリギリさんが嘘をついていたとしたら、まだわかんないけどね。まあ、全部疑い出したらキリがないけど、逆に今誰を信じていいのかもわかんない。それにしてもあの大神さんが殺されるなんてね、そんな簡単に殺されるような人じゃなかった。それな、間違いなく簡単ではないでしょうね。あれ、やっぱ毒で弱らせてさ、で頭部殴ったんじゃない？違うかな。だってめちゃくちゃ強いじゃん、スーパーサイヤ人みたいなもんでしょ、超高校級の格闘家で。ハニーはそんな彼女をどうやって殺したのかしら。いや、殺したのかしら。あーねー、よっぽど意表をついたとか。確かに、意表をつく。そうね、あの大神さんを殺すのは不可能でしょうね。だってこれでしょ、敵。だってもしもだけど、私がここにいてさ、で黒としてバレずに卒業したいってなったら、このメンバーだったらやっぱ、例えば苗木をとかね、弱そうなやつ選ぶと思うんだよ。ねえ、だってリスクじゃん。もしもさ、その体格のいいやつ選んだら返り討ちに遭うかもしれないでしょ。なんで、なんで、わけわかんないな。だから大神さくらちゃんによっぽどの恨みがあったのか、殺されたとしたらめちゃくちゃ
綿密に計画された殺人だよね。多分薬とかで弱らせたんじゃないか。いや、その自殺の線もね、前回考えたんだけどね、頭部が打撃痕があるっていうのがさ、自分でやるって思って打撃痕があるんだよ。多分吐血とかは薬物な気がしてて、それでなんか頭に打撃痕がある、自分でダーンって打って椅子に座りに行って死んだってこととか、いろいろ考えちゃってわけわかんないんだよ。第三者が介入してる気がするけどね、まだちょっとわかんない。ボトルの中にモノクモのフィギュアが1本ずつ入れられている。あー、チェスか。なるほど、かわいいね、このチェスの子もそもそもこのフィギュアってどうやってボトルの中に入れたんだ。あるよね、こういうボトルシップとかピンセットでさ、中で組み立てるんでしょ確か、部品をあ、すごいや。なるほど、それはうん、ボトルシップと同じ。あ、キリギリさんと同じうんちく言えた嬉しい。お、私も知ってますよ。補正なんかの模型が、それより小さな口のペットトトトトトボトルに入れられた工芸品、見たことない。あるある、あのスネ夫のお父さんが持ってるやつだ。わからない人はぜひドラえもんで、だいたい30話に1回ぐらいスネ夫がボトルシップを自慢するんで、見てください。はい、つまりそれのモノクマバージョン、モノクマボトルってところね。かわいい、なるほどな。モノクマボトル、これがなんか知らんけど割られて中が出てたと、そういうことで。え、その知識は何ですか。いや、まあ私妹がさ10個下なんだよ。あ、長年プリキュアとドラえもんはと、あとアンパンマンを見てきてて大体知ってる。そういうとこある、女児向け、幼児向けアニメな、うん、なるほどな。床に落ちていたモノクマのフィギュア、まあこれですよね。うん、つまり大神さんはモノクマ二人によって頭部を殴打されたんじゃないのか。あ、そうです、その可能性が高いじゃないかな。うん、床に散らばった破片とモノクマフィギュアがそれを物語っている。つまり凶器はモノクマボトルだと考えられるはずだ。まあそうね、後ろに落ちてるしね、これでいいんじゃないかな。ってことはやっぱ誰かに殴られたんだと思うんだよな。違うのかな、フォトシップあと1個足りない。あ、本当？そんなことあった、ちょっと見るだけ見よう。何があったっけ。私あのチェスわかんないんだけど、ポーンってやつよ、ポーンってやつ。お前はまあ強いやつでしょ。でお前がルークとピッジョンとキングとクイーンとポーンあたりじゃなかったっけ。調べよう。私ガキの頃に一回だけやったことあるんだけど、チェス、あの中二病でダレンシャンってのが好きで、めっちゃチェス出てきたの。ハリーポッターとダレンシャンにすっごい出てきてたから、見よう見まねにやったの覚えてる。一回で飽きちゃった。わかんねえっつって。これがポーンで、あ、これがルーク。で、お前がビショップで、そして、奥のやつがキングかな、これ。という風にすると、今ないのが、ここにあるはずなのが、ナイト。まあ、馬のやつね。はい。まあ、ナイトが、ナイト。で、まあ、ここにあるはずなのが、クイーンですね。クイーンもないですね。なんで、クイーンとナイトですね。まあ、クイーンとナイトがない。ということで、はい。それは、OK。で、ボトルシップ豆知識な。うん、ありがとね。はい。もう一個どこ行ったんだ、知らんかった。6個なんだ。ここの血も気になんない。なんだ、ここ。なんでここに血が。何これ。え？雑誌類が収納されている棚の前に血痕がある。大神さんの結婚だろうけど、それにしてはちょっと妙だな。ここで血吐いたってこと？じゃあなんでなんだこりゃ。どうしてこんな死体と離れた場所に、ジャンプとか読もうとしてそこでガーってなったのか。なんでここで、不思議だね。
一旦じゃあその雑誌自体も見てみるかね。まあ、それかあれかもしれん、棚に鼻ジブーなものがあったのかもしれん。さくらちゃんちょっとあの敏感なとこあるからな。なえエロい雑誌があって鼻ジブーしたって同じ思考じゃん。やだー、いやね、私たち同じ思考じゃん。やだーやだそうだよね。でもさくらちゃんより順調だからその可能性あるよね。ね、さまざまなジャンルの雑誌って書いてあったよ。だってほらいろんな雑誌だって。ねえ、そういうのがあってもおかしくないじゃん。あ、なんか割れてね。全然気づかんかった。何、なんかめちゃくちゃ何かありそうな。プロドルメン X 高い、あの、なんだっけ、白い粉、プロテインや、プロテインじゃないこれ。ねえ、化学質 A の2って書かれてる。それはプロテインの容器みたいね。しかも中身が空だわ。空、やっぱこのプロテインにさ仕込まれてたんじゃない。薬が違うこれ。それにプロテインは万病に効くって言ってたし、そうそう、万病に効くって言われてたから、ちょっと気分を良くしようと思って、ハイになろうって思って飲んだら、パターン9、朝日の怪しくない。違う、違う、気をつけて、それはガセよ。ああ、プロテインは万病には効かない。はいはい、まあまあそうね。そうなんですね。まあプロテインが万病に効くのはガセですが、あの、モスバーガーが熱に効くのはあの、真実なんで皆さん試してね。先輩はモスを食べれば熱治る。これマジ。それにしてもこのプロテインの容器ね。A の2、それな、化学の A の2。うん。そういえば、大神さん、4階の化学室にいいプロテインがあるって言ってたな。え、分かっちゃったかも。はい。これ、いいプロテインがあるって、大神さんは、朝比奈にすり込まれてたの。実はこれは、9対1で、プロテイン対毒薬が混ざってたんじゃない？で、ちょっとずつちょっとずつさ、仕込まれてて、ついに、やっつけたんじゃない？ついに、やられてしまったんじゃない？この計画的殺人なら。さくらちゃんも倒せると。違う、ちょっとずつさ、今日も飲もうよっつって、万病に効くから今日もやらないっつって、ね、ちょっとずつ持ったんじゃない。これこのプロテインって化学室から持ってきたんだな。じゃ、でもおかしいわな。え、な、何がね。この容器の周りに散らばっているのって薄水色のガラスの破片。はいはい、僕が割ったドアの窓ガラスの破片。あれ？なんでこのプロドルメン X はさ、私が事件後に割ったガラスの上にあるんだ。え？いつこれを持ち込まれたの？さあ、なんだこれ？この破片、容器の周りだけじゃなく、容器の下にも散らばっている。本当だよね。え、気持ち悪い。もう怖いわ。どういうこと？それが、どうしたの？鈍いや。ねえ、苗木、いや、おかしいじゃん、どう考えてもこれ。どういうこと？詳しいことはまだわからないけど、きっと覚えておいた方がいい。そうね、おそらくとても重要な手がかりになるはずよ。え、蹴っ飛ばされた？誰蹴っ飛ばしたやつ？やめて、現場をちゃんと保存しといてほしい。誰やったの？気持ち悪いね。あ、そう、椅子の上から落下したとかね。とにかくガシャンってやった後にこれが落ちてきたんだよ。もう気持ち悪いね、こう。あ、まだわからんな、何も。かな？これだ。この椅子がドアノブに突っかかっていたせいで、ドアは開かなくなったんだよな。でも、椅子には金具や糸のような仕掛けが取り付けられた形跡は見当たらない。なるほど。じゃあ、椅子自体には全然仕掛けがなかったけど、でもこの椅子でなんかね、動かなくなっちゃってたの。扉が開かなくなってた。じゃ、あのプロテインのやつがさ、机の上に乗ってて、そのプロテインの容器になんか仕掛けがあった。とか。まだわかんねえな。おう、ドアも調べられます。このドアが娯楽室の唯一の出入り口なんだよな。うん。このドアには鍵もないし、ない。はい。ドアの金具を取り外したような形跡も、ない。うん。唯一変わっている点は窓が割られていること。まあ、でもこれは苗木がやったんでしょ。
そうだね。オッケーオッケー。他にも井戸とか何かで仕掛けを施した形跡なんかもない。どうする？ない。ドア自体には不審な点はない。椅子にもドアにも仕掛けはされてなかったのにドアは開かなかった。なるほど。やっぱりドアが開かなくなっていた理由は部屋の内側に置かれた椅子のせいで間違いない。これがドアノブが回るのを邪魔して、あ、背もたれの高さ的にね、あの回るっていうかドアノブがこうやってガチャンって下がり切らないようになってたのかな。うん、そのせいでドアが開かなかったんだ。あ、じゃプロテイン関係ない。しかもドアと椅子の両方に仕掛けが取り付けられた形跡がないとなると、犯人は部屋の外から密室を作り上げたというわけじゃなく、部屋の中から密室を作り上げたってことだよね。そうだね。じゃないと無理。だって相当この椅子って重いんでしょ。苗木が前試したんだよ、椅子どんなもんかな、めちゃくちゃ重いって言ってたから、やっぱ外側から重い椅子を操るのは無理なので、犯人密室の中にいた説が濃厚な気がするけどね。ねえ、ね、やっぱあのロッカーの中じゃないのかな。キリギリさんには否定されたけど、ロッカーの中で待ってたんじゃないかな。そんなことない。まだ分からない。なぎくんどう？そろそろ一人調べ終わったんじゃない？まあ、とりあえずな。うん、じゃあだったら次は聞き込みよう。私は見張りだからここを離れられないの。いいわね。ああ、そっか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 。あれか、朝比奈ちゃんとキリギリさんで死体を見てて、戸上くんもここでいろいろ調べるって言ってた。3人でここに残るんだな。うんうん。喧嘩の一件以来キリギリさんって強引になったような。でも確かに聞き込みも必要だよな。大神さんに呼び出されていた残りの2人、あの人たちからちゃんと事情を聞いておかないと。まあそうだな、結局それに。今日大神桜に呼び出された3人のうち1人の戸上は呼び出されはしたけど、結局大神桜と一度も会ってない。なぜなら呼び出しに応じてボコボコにされるのが怖かったから会いに行かなかったって、まあ彼は言ってます。うん、まあいたね。よし、ここまで整理できた。トコちゃんがいない。ゼノサイダーは今何するの？こんにちは。どっち？今日はどっち？誰？今日はトコの方ね。オッケー。フノーラ。それにも増して。腐ったフノーラ。何？何？女子に失礼やな。深川さんに戻ってたんだね。ジェノサイダーじゃなくて。あいつの話しないでよ。気分が悪くなるじゃない。かわいそう。トーコには幸せになってほしいよ。私人ごとに思えないから。楽しい気分なのに。トーコちゃん楽しい気分には見えないけど、いや、そう、孤独でいたいんだよな。わかるよ、人と関わるのが怖いんでしょ。大丈夫、でも僕を信じて。あのさ、ねえ、ちょっと話があるんだけど、今いいかな。ちょっと話さないか。どう、大丈夫そう？そういうとこだぞ。そういうとこじゃ、そういうとこだから。もうなんだろう、中二病時代の自分を見ているかのよう。いや、私も24になってここまでじゃなくなったけど。小学校5年生から中学校2年生の時の私を見ているよ。だって見せたじゃん、私小学校の頃の卒業文集で将来の夢っていう欄、なみんななんかアイドル、サッカー選手とか書いている中で、私あのどんな分野でもいいので何が何でも年上を抜かすことで頂点に立つことって書いてあった。うん、年上を抜かして頂点に君臨すること。マジ病んでたよな。なんなん、全然可愛げない。だからマジこういう目をして生活してたの。ほんと悪いよ。頂点に立つって書いてあった。ね、私の原点はあそこにあったんだよ。可愛くない。いや、ごめんね、ちょっと余談なんだけど、
私の写真マジこんな感じなの、当時の。なんか写真が嫌いで全部睨んでる、こうやってす中二病気だったから、なんか写真向けられるとマジで。昔いたツインテールだったから制服にこんな感じだったの本当に。うん、結構トウコちゃん好きですね。見せてくれ、あ、見せたい実家帰ったらまた探すわ。さ、ひどい顔だよ。母に言えば送ってくれる気がする。いやだから自分を見てるようなんだよ本当。幸せになってくれ。それは知らないわよ。私は何も知らないわよ。呼ばれたんでしょ、さくらちゃんに。知らないことないんじゃないの。徳美くんは呼び出された件に関しては認めてたよ。白夜様もあいつに呼び出されてたの。はあ、白夜様もって言っちゃった呼び出されてたのは確定っぽいね、うん、お姉ちゃん、私も呼び出されたってバレバレじゃないそうだね。じゃあ話してくれる確かにメモは見たわ。お、メモは見た。でも会いに行ってないわよ、怖くて行けなかったよ。まあみんな行けないよね、霊長類最強の女子に呼び出されるって。決闘か何かかと思うもんね、怖いもんね。で、行ってないんだみんな。なるほど、本当はどうなんだ。まあね、でもその証言をひっくり返すような根拠はまあないね、正直ね。もういいでしょ、私部屋に戻るわよ。深谷さんはそそくさと部屋の中に戻っていった。今んとこ墓くれ、深谷、戸上、この3人が呼び出された。朝比奈ちゃんの言うことを信じるならね、さくらちゃんに呼び出されたのは3人、うち瞳子ちゃんと戸上はメモは見たが怖くて行けなかった。じゃあ歯隠れだね。お前は行ったのかどうかってことだよな。うん、まあとりあえず確認するか。ダベ。俺に何か用事でもあるんか。そうなんだよ、ちょっと確認したいことがあるんだ。あかりくんが大神さんに呼び出された件なんだけど。なんで知ってんだ。じゃあこいつもちゃんと呼び出されてたっぽい。朝比奈ちゃんの話は本当だったっぽいな。うん、俺の心を読んだな。得意な能力に目覚めたんだべな。だけど呼び出されたのは俺だけじゃねえべ。フカワッチとトガミッチも呼び出したって当のオーガ自身が言ってた。じゃあ歯隠れは合ってるんだ、死ぬ前のさくらちゃんに。怪しいなお前しか会ってないってさ。ねえ、安弘、やったのか、お前なのか、本当に本当に歯隠れがさくらちゃんに立てつける、そんな様子が想像できないけどどうやってやったんだ。なんなんだ、はい、呪い殺した呪殺なるほどね、あ、そういう系。あ、なるほど、そう、確かにあるかもしれない。それはオーガに呼び出された時だね。メモによって呼び出されたではない、ね、そう、怪しくない。振り返るか、オーガ自身が言ってた。それっていつ聞いたの。呼び出された時だよ。メモで呼び出されたんじゃないの。いや、そうだ、メモでメモで本当に呼び出されたのかな。そうなってな、手渡しされた。なるほど、時についでに聞いたんだ。あれ、手渡しされたんだっけか。みんなの部屋の前に置いといたってなかったっけ。あれ、手渡しだっけ。なんかめちゃくちゃ怪しいあれ、それで大神さんに会いに行ったの。行ってねえよ。俺が会いに行くわけねえだろなんでこんな動揺してんの。めっちゃ怪しいやん。俺が最後に大神と会ったのは怪我した朝比奈っちを保健室に連れてたあの時だべ。俺じゃねえって、それじゃ会ってねえって。歯がくれ、おいおい、怪しすぎない。じゃあメモ見せられんの。メモあんの、ね、でも歯がくれくんはポケットの中に手を突っ込むと、まあまあ、あー、ないや。本当にそんなこと
ことある？引きつったような笑みを見せながらポケットの中から手を出した。本当？その時何かが僕の足元に落ちた。お、なんだなんだ、なんかあんじゃん。なになになに、ハワクレ君のポケットに入っていた何か。何や、ガムのゴミとか。ハワクレ、ハワクレ君は風のような速さでそれを拾い上げると再びポケットの中へと突っ込む。えこいつじゃん、やましさマックスだねこれ。まあまあ、でゴミだべ、ゴミ、ゴミを捨て忘れてた。いやいやいや、だってこれ朝比奈ちゃんが全部自分はこのデザインの飴持ってるって言ってたよね。全部買い占めたって、占領してるって。なんで持ってんのこれね。え、もう決定的じゃない結構え、なんで、なんだべ、なんだべ。俺はオーガに呼び出されたけど実際には会いに行ってねってことで失礼させてもらうべ。で部屋に引きこもりましたと。マクレ君はゴミだなんて言ってたけど、ただのゴミなんかじゃないよ。それな、怪しい、めっちゃ怪しいじゃん。どうするこれ、朝日奈と付き合ってた。ハワクレ？それで飴をもらってた。飴飴言ってたらなんかインゴに聞こえてきた。飴をもらっ、一人で飴を占領して、飴が欲しい人に飴をあげてみたいな。ねえ、仲がいいやつだけに飴を舐めさせた。この飴そんなにすごいものなの？うん。まあ、現場をもう一度調べる。まあそうだな。娯楽室に落ちていたプロテインの容器についても詳しく調べた方がいい。まあ、化学室 A の2に行った方がいいだろうな。行くか。なるほどな。もうこいつどこにでもいんな。なんだ。お前も化学室に目をつけたのか。だが邪魔だけはするな。わかりました。はい、わかってます。だろ。わかってます。無言のない。いいね。はい。顕微だったら、はい、わかってますって言っちゃう。苗木はね、無言の屈しない姿勢を。素晴らしいと思う。A、B、C の棚と。汚いね。まあ一旦ここ見るか。改めて見ても相当の大きさだ。うん。この棚はじっくり調べてみた方が良さそう。化学室。A の2とか書かれてたね。プロテイン。A じゃない？違うか。めっちゃ足跡ある。3つの棚がつながって大きな薬品棚になっている。そうだね。A、B、C だ。花粉かな？憎き花粉。黄色い粉末といえばな。いや、そんなことより。棚の前にまき散らされている粉末は何なんだ？とにかく踏まないように気をつけていかないとな。もうな。すでに誰か踏んでそうですけどね、これ。待って、てか、毒マークなんだ。めっちゃ、めっちゃ毒マークある！なんてか、C の4。いや、でも、今の季節、やっぱ人間にとって一番の毒って、花粉って言われてるらしい。花粉じゃないか、これ。面白いよね。どっかの博物館で展示されてる、世界の毒展ってので、一番最初に。花粉って展示されてるらしいです。まあ、人類にとって厳しいよね、この黄色い花粉ってのは。まあ、C のような。オッケーオッケーオッケー。花粉は C の4。一ついいことを教えてやる。今朝俺は4階を調べ回っていたんだが、その時ここにはこんな状態になっていなかった。なんで今朝4階調べたの？なんで？じゃあこの粉末が撒き散らされていたのって。つまり。おそらく事件前後だろうな。なるほど。てか、白太なんでそんな朝ここにいたんだ。多分絶対誰かしらの毒殺を目論んでたと思う、白太は。今回の事件に関係するか知らんけど、あいつならやりかねない。いや、怖いわ。視察してたんだな朝。これだな。これって足跡だよな。しかもこの足跡、左端の棚の前だけだから、やっぱ A の棚を開けたんじゃないかってことだね。この足跡がどういう位置関係になっているか、見取り図が必要かもしれんな。僕に見取り図をかけってこと？察しがいいじゃないか。いや、すごい。今ので察せられる内儀くんも染まってきてる。
もうどうした、早くしろ。分かったよ。はいはい、見取り図を書くとカキカキカキコ。はい、うーん、なるほど。でもさ、多分 A は開けたんだろうけど、つまり C の4って書いてある瓶が倒れてから誰かが A の棚を調べに行ったんでしょ。じゃないとこういう足跡のつき方しないじゃん。でも C の4の瓶はじゃあどこにあったんだろう、もともと。でなんで倒れちゃったんだろうな。お前ごときにしては上出来だ。お前ごときに、ありがとうございます、ありがとうございます。こうしてみるとやはりその足跡を残した人物は左の棚だけに用事があったようだな。にしてはなんで瓶倒れてるんだろうな。迷いなく一直線に左端の棚の上に向かい、前に向かい、そこで用事を済ませ、そして去っていった。そんな足跡だ。まあね、なるほどね。そしてこの足跡はおそらくありえるな、苗木のだな。え、僕それは違うよ。あ、本日一発目ありがとうございます。なら足を見せてみろ、足の大きさを確かめてやる。え、いいっすよ、全然見ればいいじゃない。どうぞ、ほら、ねえ。なるほど、お前の足の方が大きいよな。ほら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 、ねえ、冤罪ですよ。ビビっちゃった。怖い怖いよこいつ。残念ながらお前の足跡ではない。残念。だってそんなに白夜に嫌われることしたっけ。なんでこんな消したがってんの。怖、めっちゃ怖、残念なんだ、めちゃくちゃ怖いんだけど。何、だがこれだけはっきりと足跡が残っているのなら誰の足跡かはすぐに判明するはずだ。まずちっちゃいってことは苗木より小柄でしょ。でもってしかもさ、思うに足跡残すってことは相当おバカなんじゃない。ねえ、相当おバカだよこれ。足跡って結構さ、体格とかいろんなこと物語る。それを残していくっていうのは超おバカな犯人なのか、そもそもこれは犯人に関係ない人の足跡なのか、もしくは犯人が巧妙につけた、まあ罠というかね、カモフラージュなのか、まあ、わかんないけど、まあ、ひとまず誰の足跡なんだろう。この粉末に関して一旦まとめてみた方がいいかな。そうね。黄色い粉末がまかれていて、その原因と思われるのがこの C の4だ。 C の棚にあったのかな、もう C の4、うん、ラベルには化学質 C の4ってある。うん、で何者かの足跡も残されていました。そうね。で瓶倒れました、粉撒き散らされました、その後来た人物は A の棚に用があったのかな。うん、そうだね。しかも戸上くんによると粉末が撒き散らされたのは事件前後。なるほどなるほど、まあそんぐらいね。 OK。 なるほどなるほどなるほど。でもまあ思うにこの C の4はこっから落ちてきたんじゃないかな。この辺なんかドクロっぽくない。違う、 C の棚の4つ目の薬品的な、よくわかんないけど、あ、ぽいね。見るからに危険そうな薬品ばかりだ。これって毒薬とか劇薬とかだよな。めっちゃ C の9って書いてある。どれも C から始まる番号を選べる。そうだね。つまり右側の危険な棚は C の棚。やっぱそれか、ここからこう、ドーン。じゃないのかしら。ありがとうね。怪しいか。B はなんだ、 B は。なんかあんまり見覚えのない薬ばっかりだ。ほう。試薬。科学実験の使用目的で製造された薬品。ほえー。そんなことも知らずによく平気な顔で生きていられるな。なよお前、なよお前。こちら、立派に生きてきた24歳だぞ。科学や数学なんか勉強したところで社会に出てから何の役にも立たない。そうだよ、国語こそ思考ですよ。だって私なんて私文ですけど、私立文系ですけど、
まあ、数学とは高校1年生でおさらばしましたけども、でも楽しく生きてる。そうだよ。いやもう国語こそ思考ですよ。まあいいだろう。なるほど、落ちこぼれの言葉だ。なんだお前、なこいつ絶対友達いないやん。なんかいや国語が一番に決まってんだろ。なんだお前、何も言ってないもんね。ひどい。自分に冷たい。どうして、どうしてなの。いや別に理系も素晴らしいと思いますけども、国語も素晴らしいですよね。それもね、落ちこぼれの言葉って。何やお前。じゃあ早稲田受験してみろよお前も。どが見よう。なんだよお前。どう、ここの棚には栄養剤らしき薬がたくさん並んでいる。おー、きっと娯楽室にあったプロテインはこの棚から持ち出したんだろう。で A から始まる。でもなんか C ない。 C、 これほら、怖っ。すごい怖いじゃん。なんでこんなとこにあるの。つまりこの左側の棚は A の棚ってことか。いやでもなんかあるよ。怖くない。なんで誰か間違えてここに置いたってこと。3つに分かれてて、 A には栄養剤、過去うち1つはなぜか毒薬、過去閉じ、 B は試薬、C は毒薬。はい、多分 A の棚からプロテインを大神さんを持ち出したっぽい。はいはいはい。だけどなぜか C が栄養剤ゾーンに紛れていく。なんでだろう。なるほど、なんか引っかかるよな、それな。どういうこと、怖くない、誤飲とか。さすがにないかもしれんけど、でもちょっと怖いよね。毒が混じってんの。なぎくん、聞き込みの成果はどうだった。なるほどね、戸上くんも含めた3人全員が大神さんに会いに行ってない。まあだけどね、歯隠れが怪しいんですよ。直接話したっていうんだこれね。どうなんだろう。マジ、でもさ、小五の話じゃないけど、さくらちゃん毒耐性ありそうじゃない。さすがにそんなことない。なんか状態異常無効にしそう。さすがにそこは生身の人間なのか。そうだよ、裏闘技場とかじゃない限りそんな毒とね、毒盛られたりすることないか。って考えるとやっぱ武力的に強いやつを毒で弱らせるのはありそうだよな、これな。んな気がする。だけど怪しいわね、誰かが嘘をついているのかも。もうそれな、歯がくれな、特に。多分歯がくれ。多分歯がくれ。とにかくそれはさと、こっちの方でも進展があったわ。お、聞いているかこれね。大神さんの死体、雑誌が収納されている棚、それとモノクマボトル、そこに新しい手がかりがあったわよ。もう一度よく調べてみるといいわ。何した。死体、雑誌、ボトル。見てみる。みんなが眠りの心を、眠りの心を言うから、死んでないようにも見えてきた。めちゃくちゃいい顔で、ほんと眠るように死んでんだこれ。死体発見アナウンスがあったから、もう死んでる判定なんだろうけどね。未だに信じられない、さくらちゃんが死んだの。そう、灰になっちゃったの。ぼんやり眺めているだけじゃ何もわからないわ。いや、そうかもしれないけどね。死体には触らなくていいの。死体に喜んで触る人はなかなかいませんよ、キリギリさん。ほんとに。あーでも分かる。ちょっとさ、さくらちゃん実は仮死状態で、このあとねむくって起き上がりそうじゃない。ごめん、私の中でかなり最強キャラだから、まだ奇跡が起こることを信じちゃうんだけどね。何事もなかったかのように起き上がりそう。仕方がないわね。尻込みする僕は正反対に、キリガリさんとはキリキリさんは平然と死体に触れていく。もはや見慣れた光景だけど、改めて思う。よく顔色一つ変えずに死体を触れるね。僕なんかいくら死体を見ても慣れないのに。あ、本当に。そうね、そっちが普通よ。そう、冷静だよね。それこそコナンさながら。だったらどうしてキリキリさんが。それはきっと私が以前から死体と接する機会が。ほ
やっぱ探偵とかじゃないかな。探偵、いやでもあれ警視庁総監のマナ娘とかいくつか警視庁一家のに生まれた天才少女とかありそう。いろんな事件のことしてたし、もしくは医者とか、死体と接すね、葬儀屋悲しすぎる死体触ってさ死因まで分かるって相当だよね。医者じゃない？医者とかありそう。違うかな、超高校級の死に化粧やだな、嫌すぎるでも確かにキリギリさんちょっと死神っぽい見た目美しすぎて。それよりこれを見て、大神さんの靴、これあれじゃん、 C の4じゃない？そう、花粉じゃん。黄色い粉末が付着しているでしょう。うん、確かに。なるほどね、大神さんの足の甲に付着した粉末、これが一つ目の手がかり。大神さんって苗木より足のサイズちっちゃいんだね。そういうことだよね。かわいい、ちょっとかわいいそういうことじゃないの？これさくらちゃん自身がプロテイン取りに行ったんじゃない？これうん、 C の4こぼしちゃってちょっと足の上についちゃって、それとも限らないのか。とりあえず C の4をこぼしたのは多分さくらちゃんっぽくないじゃないと上にかからないよねと思うけど、どうだろう。ただあの A のところに足をつけた人は誰かは分かんないけど、少なくとも黄色い粉末の C の4をこぼした、上からこぼした時じゃないと上にはつかないから、こぼしたのはさくらちゃんかな。頭部の傷跡、はいはいはい、そうね、と言っても見るのはきついでしょ、説明してあげるわ。どうやら打撃痕はどうやら一つじゃないみたい。頭の傷は二つ。なるほど、興味深いでしょ。ついでに興味深いことをもう一つ。そう、殺された彼女の両手は綺麗なままだったわ。ん？指先に血痕すらついていない状態。両手が綺麗だった、どういうことだ？指先に血痕すらついていない。ほー、じゃあつまりこれはこれは、わかんないけど、さくらちゃんだったらめちゃくちゃ抵抗して肉弾戦すると思うよ。うん、結構肉体にこだわってたから。なのにそういう跡すら多分ない。不思議だね。でも頭には複数の傷、まあ2つか、2つの傷跡だっけある。あ、不思議だ。そうだね、頭の傷は2つ。すごい不思議だな。2つか。じゃあ単純に考えるとさ、そこに落ちていた、ルークだっけのボトルシップと、もう一つクイーンのボトルシップ用のあの、まあボトルフィギュアって言えばいいのかな、2つで殴られたのかな。今1つ見つかってないけど、クイーンが、しょうがない。ギリギリさん以外にはとてもできないゲートだよな。私も毒殺は濃厚かなって思ったんだけど、この殴られた後っていうのがやっぱり、あと消えたクイーンね、この辺解決しないことには、なんで殴られた後あるんだろうって、不思議だよな。まあ一旦キレギリさんの話聞こうか。新しい手がかり、お、これあれ、一冊だけ上下が逆さまになっている雑誌がある。あれな、さくらちゃんが鼻血ブーしてたやつ。なんだなんだなんでな、誰かが戻す前に間違えたのかな。ね、気になるものがあるなら詳しく調べてみた方がいいわよ。いや本当に、あ、見てみるえ、どんな本、え、深川って書いてない？深川、え、深川じゃん。雑誌の中ほどのページに唐突に書かれた大きな違いじゃん。え、深川じゃん。え、これってひょっとして、え、ダイイングメッセージ決まりじゃんえ、決まりじゃないのこれ。え、なぎくんも見つけたみたいね。キリギリさん、これってそれがダイイングメッセージでしょうね。人の指で書かれているが、ダイイングメッセージ、やっぱりそうか。この雑誌が上下逆さまになっていたのは私のせいじゃないわよ。そう、さっき私が見つけた時はすでにその状態になっていた。私はその雑誌を調べた後、忠実に元に戻しただけ。後で調査する人のためにね。
でもこれは本当にダイイングメッセージだとすると結構決定的な感じするけど、変わって書いてあるよね。そうみたいだけど。じゃあ犯人はあいつなんだね。そうなんだね。まあ正直みんな黒いね。みんな黒いわ。みんな悪いものに見えてきた。まず深川はもう、そうね、今のが決定的に怪しいね。ダイイングメッセージね。で、葉隠れは葉隠れで何か隠してそうだったの。それはそれで怪しいわけよ。戸上はちょっとやっぱボロ出さないのか、本当にやましいことがないのかわかんないけど、ちょっとわかんない。最後に怪しいのが、朝比奈ちゃんだな。いつもそうやってさ、すぐ決める。決めたがるよね、犯人。今回、特になんか犯人、すぐ決めたがる。怪しく見えんだよな。それともやっぱ親友が殺されたから、毛が動転してんのかな、ただただ。今回めっちゃよく喋る。みんな怪しい。どうしよう。調べていけばいくほど怪しい人物が増えていく。決定的な証拠だよ。これで犯人も追い詰められるよ。そうかな。そうそう、あからさますぎて逆の意味で怪しい気がするんだよな。それな、ほんとそれ、ほんと。またこれ逆から読むとかないか、大丈夫か。む、むな、深場のわって反対から見ると無じ。む、む、4、数字の4。無視、無視、無視、無視と、とみたいな、無視と。え、無視って、む、無視、わからん。え、無視、カタカナのとかな。いや、でも、なんだろうね。本当に今回、証拠はたくさん出てくるけど、全然絞れないよ。何が起こったんだ。新しい発見、はいはい。ねえ、どう、わかった？よく見ればわかるはず。そのモノクマボトルに隠された規則生命。もしかしてそれは、すべてのモノクマボトルは実は、チェスに由来していて、ないのが、馬のマークと、そして、クイーンのマーク、つまり、ビショップと、クイーンと、言いたいんですか？違いますか？違いますか？ねえ、キリキリさん、教えてもらうのはダメなのか？考えろって、内儀も。それ私はググってよ。ググって。まあ、そうか、ここ、ググることできないのか。しょうがないね、そりゃ。しょうがない。ググることができないなら、教えて、キリギリさんや。しょうがない。ガキサバマンに余計な先入観を追いつけたくない。それぞれが納得した答えを出すために。ああ、教えてくれない。信用してないから教えないわけじゃないよね、キリギリさん。え、僕はすごい信用してますよ。え、あの、なんなら黒いクロワッサンたくさんあげたいなって、な、仲良くしたいなって。無言。 ある程度は信用しているわよ。でなきゃこんなこと言ったりしないし。本当かな。だいぶ信用されていないか。そうですか。ね、はあ、なるほどね。そんな信用されてないみたいだね。嫌だな。教えてくれないって、ね、ネタバレしろ言ってんのにダメやった。なんでこった。もう一つ気になることがあるんだけど、それを確かめるための実験をしたいの。手伝ってもらえばいいわよね。え、つまり実験体になれってこと？え、実験体になれってこと？まず床に散らばったモノクマボトルの破片を集めて、小さな破片もなるべく残さないように。なるほどなるほど。つまり現場荒らしちゃっていいっすか？別にいいじゃない。一通り調べ終わった後だし問題ないはずよ。うるさい戸上くんもいないしね。じゃあ私は科学室に行って必要な道具を持ってくる。その間よろしく。苗木はあれだね、パシリ、手のいいパシリ。戸上にとってもキリギリさんにとってもね。え、負けがわからないよ。でも仕方がない、やるしかない。まあそりゃやるか、頑張って。なんだかんだ八木くんもやるから偉いよな。そしてちょうど破片を集め終わった頃、お前たち。じゃあ、何するの。早速始めましょう。何するんですか。つまり科学室から天秤を持ってきた。賢あ、だからここにあるボトル分と
こっちにあるボトル分でどっちが重いかって調べるな。で、私たちの推測が合ってればさ、ここにあったボトルで割れてるのは2つ分だから重くなるんじゃない？あの割れたガラスの方が。そういうことじゃない？何と何の重さ？あなたが集めた破片と残ったモノクロボトルの重さよ。どうしてそんな。やってみればわかるから、そのための実験よ。すいません、察しが悪くて。本当に本当に。はい、何？まず最初にモノクロボトル同士の重さを比べておきましょうか。ああね、まずね。はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。顕微と、なるほど。顕微とモノクロボトルは同じぐらい。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。整っております。はいはい。どうするの？しょうがない。これ。ああ、ここね。なるほど。顕微の重さは、モノクロボトル1個分。キティちゃんより軽い。なるほど。素晴らしい。中のモノクマフィギュアにもほとんど差がないし、他に重さが変わりそうな要因もないし、まあまあそうですよね。本番はここからよ。あなたが拾い集めたボトルの破片を乗せてみましょう。どうでしょう、顕微より重いのか軽いのか、どっちなんだ、どっちなんでしょう。普通に考えたら重さが釣り合うか、集めた破片の方が軽いか、どっちかだろうね。そうね。頑張って破片を拾い集めはしたけど、やっぱり足りない可能性だってあるから。うん、そうね。じゃあやってみましょう。顕微より重い、顕微より重い、顕微より重いぞ。どうして、どういうこと。え、袋がすごい重い。あの薄い袋がな。あ、その可能性もまあ確かにある。確かにそうですね、あれが鬼のように重いかもしれない。うん。よくあるあれだ、なんだっけ、対象実験だ。あったらこっち側にも袋をやるべきだったよ。思い出すな、理科の実験。まあでも、だいたいあれが 0g ぐらいだとしたら、確かに破片の方が重いのは、ちょっと不自然。まあでも、割れたボトルは2つあったんじゃないかな。うん。実験の結果とモノクマボトルの規則性、それらを合わせて考えてみれば、そこから導き出される答えは一つしかないように私には思えるわ。あなたはどう考える？あなた次第よ。やっぱクイーンが消えてるの気になるな。もう？おっと寝てた寝てた。あ、びっくりした。お前らの操作が退屈すぎて寝ちゃってたよ。ああ、そのまま寝ていてもらっても大丈夫ですけども。やっちゃうよ。え、いいすか。え、やっちゃってもいいすか。もう、じゃあ学習裁判を始めます。早くない？お前らはいつもの場所に至急集合してください。そんなこと。エリア1階にある、うん、赤い扉にお入りください。え？ぷぷ、じゃあ後でね。マジで言ってんの？え？まだ密室トリックの謎も中途半端なままなのに。本当に？これやんの？絶対に何とかしないと。ちょっと整理するかな。12時に死んでた、3階にある娯楽室で死んでいた、頭部に打撃痕があって2カ所確かあった。うん。それとは違って、吐血もしておりました。で、ドアはこのようになっておりました。はいはいはい。だから開かなかったんだ。うん。まあ、それもわかるんだよ。で、死体の状況を見ると、前のめりの体勢でこうやって鍛えていました。吐血の跡が見られるけれども、その原因になるような外傷はない。まあ、でも、これは多分毒。前のめりの体勢で鍛えていた。あれかな？死んでから、撲殺に、見えるように殴ったんかな後で。だからこうやられてカクってなっちゃったのか。まあわかんないな。でもってなぜかよくわからないけど、狼桜の結婚がこの雑誌の前に残っていた。なんだこれ。で、赤い水玉模様の包装紙の飴が、大神ちゃんの元にあったと。だけどこれを葉隠れも持ってたんだな、包装紙でもって。あとはこのまあボトル、フィギュアボトルも割れていましたと。はい、それはいい。もうこれが入ってたんでしょう。もうそれはもういいでしょう。
てモノクマボトルは、まあ、多分クイーンがないよってことを言いたいでしょ。でプロテイン容器があって A の2というラベルが貼ってありました。これもよくわかんないね。いけるかな。何もわかんないよ。でこのロッカーもよくわかんないな。ロッカーは内側に比較的新しい手形が残されていて、密室を破る前に部屋を覗いた時にはロッカーはすでに開かれていた。ってこと、私誰かが中に隠れてたのかなって思ったけど、そういうわけでもないのかな。証言も見とくか。で朝比奈ちゃんの証言によると3人が呼び出されたと。昼前に深川、戸上、葉学園、はいはいはい。戸上はメモは受け取ったけど大神ちゃんに会ってない。はい。深川曰く深ちゃんもメモは受け取ったけど会いに行ってないと。葉学はなぜか赤い水玉模様の小さな髪を持っている、まあアメちゃんだな。で大神ちゃんの足にはなんか黄色い粉末、はい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 。頭部は一つではなく二つ傷があった。なぜか死体の両手は綺麗だった。え、わかんない、なんだろうな。ダイイングメッセージ深は一冊だけ上下反転されて戻されている雑誌。まあでもこれは多分偽物の証拠な気がするけどね。わざわざさ上下反転して一冊だけ置いといて深はって書いてるんでしょ。 C のラベルが貼られたものが置いてある。どうなんだこれ。で科学室には何者かの足跡が残されてた。でもこれも誰のものか分かんないけど、まあ、多分ナイキよりはちっちゃい人じゃないと成り立たないから、誰だろうな、生きてる人で、まあ、男性じゃないだろうな、女性だろうな。キリギリちゃん、朝比奈ちゃん、深川ちゃんらへん、なんか複数に噛んでるっぽいですね。まあ、やってみるか。はい、集まりました。ブブブブブー、超高校級の格闘家技術達人。何、僕気づいたんだ、過去の偉大さんに。どんなネガティブな言葉でも藁をつけるだけでたちまちポジティブになるんだ。バカにしてんのかお前。ブブブブブー、ピクニックでフランス体を見つけた藁。サイコパスにね、うん。じゃあその逆は、どんなポジティブな言葉でも泣きをつけるだけでたちまちネガティブ。友達100人できるから。100人もできるわけないやろ。楽しみ楽しみ。誰、友達100人できるかなって曲作ったの。ひょなんで100人にしたんだろう。せめて10人でよかった。なんで桁を増やしてしまった、うん、何だったの今のって。訳がわからないよ。訳がわからないのあんたたちで。人を殺しといてよくヘラヘラしてられるよね。俺じゃねえって。ひでえぞ。つか俺は人殺しなんかしてねえべ。朝比奈ちゃん煽るね、煽るよね。なんでこんな煽るの。どちらにせよすぐに俺たちの中に犯人がいるのは間違いないんだな。まあまあそうね。これな、誰よりも強かった彼女、殺した犯人。朝比奈ちゃん怪しいよね。そう思うの私だけ。え、なんか僕たちの中にいるのか。まあてか5人しかいないのか。やだね、なんか少なくなったね本当に。殺してないとか平気で言えるなんて。まあ行くしかないのかな。私は無実だって、何度言えば分かるのよ。まあ行くか。はい、行きます。歩くほどに目標から遠ざかっていくような感覚、ゾワリと体が内側から腐っていくような怖さ。これだけは何度経験しても慣れることはない。そして誰もが無言のままエレベーターへと乗り込み、
扉が閉じる。加工が始まる。ピー、いけんのかしら。ゴウンゴウンという音とともにエレベーターが落ちていく。深く深く落ちていき、その落下はいつものように唐突に終わる。そして扉が開かれる。またなんか変わったね。参加者は6名ですか。そう少ないね。寂しいね。マジでだ。全部お前のせいじゃないか。え、失敗したらどうな、どうなるんだろうな。苗木なのかな、そしたら。これは学園生活自体が終了するんでしょうか。始めましょうか。では自分の名前が書かれた席にご着席ください。そして4度目の幕が開く。命がけの裁判、命がけの騙し合い、命がけの嫌気、命がけの謎解き、命がけの言い訳、命がけの信頼、命がけの学級裁判。